終わりものかと Go 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 ホワイトボディーマッハゴー負けに魂親譲り走り出したがもう後には引けぬ行くぞ勝利のゴールまでマッハゴーゴーマッハゴーゴーみんな見てくれ底力運命にてワイドが燃える飛ばせ正義の歩みいマッハゴーゴーマッハゴーゴーマッハゴーゴーゴミフネ君、優勝おめでとう。ありがとう。俺の予想通りだったぜ。今こいつをとっくり拝見させてもらったが、なるほど、こいつを乗りこなせんのは君一人だ。あの、君は誰です？俺か、あんたの大ファンさ。実は俺もプロレーサーを夢見たことがあったんだ。
しかし今じゃご覧の通りの姿さ。三船君、君、世界チャンピオンの座はきっと君が取るんだ。頼むぜ。じゃあ失敬。誰あの人。新聞記者でもなさそうだしな。どうぞこちらへ。今夜のごちそうは何かな。三船さんでいらっしゃいますね。どうぞ。あ、どうぞ。あ、ちょっとお待ちを。失礼。三船公さんです。三船さん、お待ちしておりました。よう、失礼。国際宇宙開発本部の者です。それで、僕にどうしろと言うんです。協力してもらいたいのだ、マッハ号と一緒にね。しかし、ゴー君、西部に建設中の国際宇宙開発基地は世界の平和のためにぜひ必要なのだ。一刻も早く完成せねばならない。しかるに宇宙開発用機材の輸送隊はオートアパッチと名乗る一族に襲われ、機材は全て奪われているのだ。オートアパッチ。超性能のオートバイに乗って西部の大平原に進出鬼没の一団だ。空からの機材輸送を航空隊の力を借りて行ったこともある。しかしオートアパッチ族のレーダーに発見されたのだろう。地上だけでなく空からも彼らの妨害は続けられたのだ。機材は輸送機ごと奪われてしまった。だがどうしてもウラントープを宇宙基地へ運ばなければならんのだ。ウラントープ？新発明のロケット燃料だ。ウラントープの爆発力は水爆より強い。それをマッハ号で運べというんですか。君のドライバーテクニックでオートアパッチの手から逃げ切るのだ。もちろん命がけの仕事だ。いや、そんなことを頼むのも、今日のレースで君の素晴らしいドライバーテクニックを見てつい。我々はこのゴーストタウンを本部としている。さて、ここから宇宙開発基地までウラントープを輸送するのが君の任務だ。トラックには機材と警備員が乗り込む。だがこれはあくまでおとりで、ウラントープは君のマッハ号に積ましてもらう。出発は明朝5時にね。はい。ゴー君、成功を祈る。必ずやってみせます。ゴー、お兄ちゃん。あれ、クリオ、サンペ、ミッチもサーブもみんな揃ってどうしたんだ。ゴー、一人でやろうなんて水臭いぜ。どうして僕のことが。お兄ちゃんの考えてることなんか僕にはちゃんと分かっちゃうんだな、サンペ。あ、いかん、ドライブに行くのとはわけが違う。分かってます、ゴーは命がけのはずです。だから私じっとしていられないの。絶対についていくわ。それにマッハ号のことならゴー以上に知ってるつもりです。マッハ号と心中するなら本望ですよ。分かったよ、君たちの友情は美しい。それでは一緒に働いていただこう。へぇ、子供はいかん。そんなのないよ、僕行くよ行くんだってば。クリオ、わがまま言うんじゃないよ。だってやだ、ついて行くんだ。クリオ君、オートアパッチはとても怖いんだよ。だからお留守番してるんだね。せっかくいい格好してきたのにな。モードだって満点だよな、サンペ。俺様はあれハハ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 ハ
静かにしろ。輸送基地を探りに来たんだな、サンペイ。クリオ君、大手柄だよ。こいつはアパッチのスパイだ。ウラントープ輸送計画は我々の手で必ず妨害する。何？そうか、すでにオートアパッチに知れたのか。おい、オートアパッチはどこにいるんだ。口が裂けても言えるものか。どうします？オートアパッチは退去して待ち構えていると思うが、中止するわけにはいかない。おじちゃん、僕たち大手柄立てたんじゃないか。言ってもいいでしょうね。よし、言ってもらおう。その代わり条件がある。条件？君と三平君はあの幌馬車で行くんだ。その方がムードがあっていいや。それから輸送隊とは違うコースを行ってもらう。なんだ、輸送隊と一緒じゃないのか。幌馬車の中には開発基地で働いている人たちへプレゼントの果物や缶詰などを載せるんだ。いいかね。オッケー、アイアイサー。気をつけるんだぞ。クリオ、元気だ。気をつけてね、お兄ちゃん。油断するな。中を調べろ。
なんだ、果物に缶詰か。ちょうど腹が減ってるとこだ。全部いただこうぜ。子供の泣き声には弱いんだ。いや、やめてくれよ。おい、引き上げろ。静かね、ウォーターパッチでも出てこないかしら。久しぶりにポイってやってやんだけどな。おいミッチー、変な気は起こさないでくれよ。こっちは逃げるだけなんだから。あんまりいい役じゃないわね。こちら GN、本部どうぞ。こちら本部、こちら本部、GN どうぞ。宇宙開発基地へ向かう輸送隊がイオロー峠50キロの地点に現れました。予想通り今度はコースを変えてきたな。そいつはウラントープの輸送隊に違いない。詳しく話してみろ。トラック16台、かなりの武装してると思われます。隊長、1台だけおかしな車がおります。ホワイトボディのスポーツカーで、ボンネットに M のイニシャル、横っ腹にナンバー5。それはマッハ号。まさか。隊長、大至急本隊全員出発準備。各守備に伝達。レッドバレーに集結せよ。はっ。船号ゼロにもか。そうだ、悪いことは言わん。ウラントープを置いて帰れ。そうはいかん。ウラントープを輸送するのが僕の任務だ。置いていけ。俺はお前と戦いたくないんだ。
では宇宙開発基地建設計画を妨害するな。そうはいかん。ここは俺たちの土地だ。よそ者は一歩たりとも入れん。我々のふるさとだ。汚されてたまるか。そんな狭い考え方は捨てろ。宇宙開発基地は世界の平和のために必要なのだ。その世界の平和の名のもとに我々一族がどうなっても構わんというのか。この荒野は我々アパッチ族のふるさとだ。よそ者に荒らされてたまるか。お前はレースだけをやってればいい。俺はお前と戦いたくないんだ。ゼロにも世界平和のためだ。分かってくれる。そうか。これ以上問答しても無駄なようだな。君はあの時の。ゴー、皮肉なもんだな。プロレーサーを夢見た俺は、酋長の子として生まれたばっかりに自らその夢を捨てた。だからお前が世界チャンピオンになることが俺の夢でもあった。だのになぜウラントープなんか持って俺の前に現れたんだ。ゴー、ウラントープは石ころよ。だがウラントープは運ばせんぞ。ふるさとは俺たちのもんだ。よそ者に怪我されてたまるか。ゼロにも君ほどの人間がなぜもっと大きな目で世界を見れなかったのだ。プロレーサーも君にとっては決して夢だけではなかったはずだ。ヤッホー、宇宙開発基地だ。ヤッホー。いや、ご苦労さん。三船クリオ君だね。そうだよ。ありがとう、よくやってくれた。この缶詰の中身は全部ウラントープなんだ。ありがとう。これで宇宙開発も一歩前進することができる。ゴー君、マッハ号に石を積んだのは敵を欺くためでした。気を悪くしないでください。いいんです。今度ばかりはクリオの手柄でしたね。じゃあ、僕たちはこれで。手柄取られて気を悪くしてるんだよな、サンペ。ジェロリモ、僕は必ず世界一のレーサーになってみせる。